海と日本プロジェクト in 神奈川メッセンジャーの金田ひな子です。今日は横須賀市にある観音崎自然博物館をご紹介します。県立観音崎公園の中にある観音崎自然博物館は多様性に富んだ森と海の自然を持つ博物館です。こちらの博物館ではどのようなものを展示しているのでしょうか。この博物館はですね、博物館としてはちょっと珍しくてですね、生きている生き物をいろいろ展示しています。博物館っていうのはそもそもこう標本とか化石とかそういうものを展示するものなんですけども、で水族館とか動物園はやっぱり生きているものを展示しますね。そこがちょっとなんか融合したような、それがちょっとこの博物館の特徴だと思いますね。山の方からこう川が流れてきて、干潟とかがあってで海に流れていくっていう、やっぱりこう一つの自然はこうつながりがあるので、この博物館もこのつながりを皆さん見せたいなと思って、神奈川県東部の自然、海から山から川からっていうのが、テーマになって見どころになってます。続いてやってきたのは大人気のタッチプール。観音崎に生息している海の生物たちに触れられるコーナーです。11時ぐらいに来ていただければ、この場で餌やりをやっていて、その時にタッチプールの餌やりを一緒にやってもらうことができます。普通の博物館はなんか標本とかあんま生きてる生き物があんまいないんですけど、ここの博物館は生きてる生き物がいっぱいいるので面白いです。さてこの後は自然に触れる楽しさがいっぱいの磯の生物観察会の模様をご紹介します。お楽しみに。海と日本、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。